心を通わせるということをね、この1時間やってみたいと思います。ね、懐かしい歌歌いながら、こう何かを懐かしむ気持ちっていうのはね、老若男女問わずみんな一緒ですからね、はい、そういうのを皆さんとね、こう共有しながら、ね、やっていきたいと思います。で、今ね、今の歌の中にこう思い出す夏の日なんてありましたけどね、皆さん今年の夏、どうでしたか？なんか短い夏でしたけどね、今年ね、あの暑い日は多かったけど、なんかこうゆっくとしてるようなね、あの残暑もあまりなく、ただ今日なんかもうまさに残暑ですよね、はい、今日なんか突然夏が戻ってきた感じがするんですけど、ということで、夏を思い出すという意味でちょっとこんな歌を歌ってみたいと思います。いきなり皆さんをね、熱くしてしまうようなそんな歌を、ちょっと熱くなる前に聴いていただきます。ありがとうね。はい、では熱くなるような歌いきますよ。真っ赤な太陽いってみたいと思います。